今日は毎年恒例の芋掘り大会です。皆さん頑張って芋を掘りましょう。はーい。抜けねえ。芋が抜けねえよ。力ではなくリズムをつかむのです。誰だ。おなら五郎。そうか、芋といえばおなら、おならといえばおなら五郎というわけか。リズムさえつかめば。おお。おなら五郎。へっへっへ、芋は全部オイラのもの。他の人には一本もあげないよ。そんなひどいよ、おなら五郎。へっへっへ、一本もあげないようだ。芋は全部オイラのものだよ。くそ、なんてひどいおならなんだ。へっへっへ、私を止めてくれ、私を止めてくれ。え？おなら五郎は戦っているんだよ。誰だ。おなら高橋さん。おなら五郎は芋が大好物。芋を独り占めしたいという気持ちと生徒たちに掘らせてあげたいという気持ちの間で戦っているんだ。頑張れ、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 頑張れ。ありがとう、おなら五郎。私たちは芋を掘りに来たつもりだった。でも本当に掘られたのは私たちの心だったんだな。